皆さんこんにちは。今日は、モネさんのベッドをモネさんのベッドを切ります。なんか二段ベッドみたいになってて、足が長くて、なんていうの、はしごがついてたんですけど、はしご登って、ベッドに寝るって感じなんですけど、下にはなんか棚があったりしておもちゃとかしまってたんですが、よく夜中に無遊病みたいな感じで YouTube に動画載せてるんですけど、無遊病みたいな感じで、あ、本人来ました。落ちちゃうかもしれないんで、足をですね、切ります。どこで切るの？この辺だった気がする。どの辺？わかんない。わかんない、うん、ママが知ってる？ちょっと、モネは大人だけどわかんないんだよ。あー、喋んな。はい、じゃあ足がこんだけ長いんで、146cm あります。で、これをここら辺で切ります。で、今日使う道具がこれです。じゃーん、セーバー。怖い。怖いよ。これで切ります。なんで家で仕事しなくちゃいけないの？ペンあったの？いや、ないです。ペンをください。はい、はい、ペン来ました。取れてないんで。お寿司、はい、どこで切る？ここちょい下ぐらい、うん、じゃあ55でしょうか。あ、待って、チョンってしてそっからまっすぐ切るから。それからまっすぐ切れんの？うん、いいの。100いい。あとはもう俺の斜めになったらすいませんって感じ。 55cm ここです。それの線がまっすぐじゃないよ。え、大丈夫。近いとダメですよ。撮影者はモネっすん。うっ、はい、じゃあ終わり。こんぐらい、こんぐらい、もうちょい。うん、ここでいいや。オッケー。何がよ。音がでかい。音がでかくないか。ちょっとこれどうする。オッケー。モネの叫びを。完成しました。イエーイ。だいぶ低くなりましたね。ほら、だいぶで、さっき同じ位置でこうやって撮ったんですけど、ベッドの向きも変えましたね。横向きだった。さっきが、うん、こっち向きでした。うん。ね、だいぶ。で、これどうするの？これはしご使わないで乗るってこと？はしご使わないで普通に筋肉マンになる。筋肉マンになるってこと？はしごじゃあゴミってことだ。捨てるってこと？はい。ああ、そうなんだ。よかったね。はい。スヌーピーが大好きなんで、スヌーピーしか大体置いてません。オッケーです。じゃあこれで無遊病、し放題だね。無遊病用についてはどう思ってますか？ちょっとやばいですね。